皆さんこんにちは、ヨコです。そして初めに言っておきます。この動画は過去史上、最悪、最低の、クソ動画となっております。まず、ウプ主は、新しく追加された、トーナメント機能で楽しく遊ぼうと思い、動画を撮っていたのです。ですが、皆さん、ご存知でしょうか？この機能は、オンラインのトーナメント機能なので、対戦相手が、どうしても一定数必要になります。そんな中、もし、オンラインで戦う、対戦相手が一人もいなかったら？そうです、オンラインに潜っているのにもかかわらず、わざわざ、コンピューターと、クソルールで、対戦する羽目になるのです。なんでオンラインに潜ってまで、僕は一人なんでしょうか？これが宿命なのでしょうか？運命なのでしょうか？それは、誰にもわかりませんが、とりあえず、キャプテンファルコンを恨むことにします。ファルコンパンチ。少しだけ愚痴を吐いてしまいましたが、もともとは実況しながら撮った動画なので、ここからは普通のトナメ実況に戻りたいと思います。ムカつくわ、マジで。すっかね。めっちゃみんな英語なんだけど。これ、本当に、人間？コンピューターじゃない？これ。いや、コンピューターっぽい名前だな。よろしく。ああ、もうこれオフじゃん。これ、CPU だもん。オフ対戦と変わんないもん、遅延が。ほら。なんか寂しいんだけど。なんでさ、わざわざオンライン潜ってさ、対戦してんのにさ、これは意味わからない。コンピューターと対戦しなきゃいけないの。わけわかんないんだけど。それは勝つに決まってんじゃん。この動画意味ある？別にな、一回でやるって言ったけどさ、これ多分すぐ終わんで、もう律儀にコンピューター同士で対戦してんじゃねえ。もうバカだろこれ。読めんけどさ、ジョナサン、ジョナサン・パックマンと決勝やりてえな、どうせなら。そしたら、許すわ。読めない。オードリー？オードリー？これ。アウドレイって書いてあるけど。けジョナサン、ジョナサン、ジョナサン、俺ジョナサンと戦いたかったのに。いやいや、よろしく。何て読むか知らんけど。当たるんでしょ。当たんない。こいつちょっと強いぞ。届かないんだな、それ。上様パナスんじゃない。なんかさ、復帰時めっちゃ暴れるんだけど、こうやつ。
だってコンピューターだもん。マジで遅延ゼロ、オフと一緒。どうせならさ、ベヨネッタこのリーみたいなやつと戦いたい。オーブエンとは嫌だ。ちょっと早くしてくんないかな。スネをさ、蚊に刺されててさ、3つ刺されてんの。夏の大三角形みたいになってるの。よっしゃ、リー来た。コンピューターだけど決勝来た。よろしく。はいよコンピューター。まだまだじゃねえよ。あ、なんかちょっと復帰うまいな。でくへん、下手くそかこのコンピューター。あ、なんか回避癖読めるなこれ。ちょっと待ってね、下投げくえ。あー、ダメだね。当たるやそこバカ野郎が。あ、もう全然面白くない。取れ高ゼロ、なんなんこれ。と、ここでメモリーの残量不足で動画が切れてしまいました。つくづくクソみたいな動画だと思いませんか。一応優勝したので画像も貼っておきます。はい、スピリットも、なんか、強そうなの、もらったよ。もう二度とこんな機能使うかばか。